岡山グルメ始まります。今回来たところは岡山県玉野市宇野にやってまいりました。こちらなんですけども、港町ということで、まあ長い歴史を持つんですけど、今回のお店がこちらになります。はい、というわけで始まります。はい、今日はですね、宇野の駅前に来てます。駅前ね、いろいろ飲み屋さん多いんですけども、今日はね、気になったお店に行かせてもらおうかなと思います。満月屋食堂さんというねお店に行ったんですけども、ちょっとね、なんか気になるなという雰囲気を醸し出してまして、ちょっと今日はね、ここで食べてみようかなということで、今日始まります。こちらです。お、すごいね、この満月屋食堂、なんかすごい年季というか、今ね、花札みたいですね。ね、気になりますね。花札持ち。はい、じゃあちょっと今日こちらにお邪魔します。はい、のれんをくぐりまして、はい、今回はこちら満月屋食堂さんにね、お邪魔させていただくわけですけど、結構なんかイベントのフライヤーポスターがね見えたりとか、お酒のラベルとか、まあ昔のねラベルというかポスターあったりで、なんかかなりね昔からの雰囲気がするかなということで、もう老舗なんですかね。まあなんか港町ならでは のお店というような、なんか懐かしいような感じがしますね。そして気になるメニューがこちらになりますね。はい、でちょっとメニューはこんな感じ。なんかラーメンがね有名なのかな。満月ラーメン、こういう感じでご飯系も。何行きますか。何にしようかなってすごいね迷ったんですけども、やはりこのお店の満月ラーメンと、焼き飯をね注文させていただきました。なんか結構ねいろいろ餃子あったりとか、その豚キムチあったり、鶏のたたきあったりとか、まあお酒飲みながら楽しめるなっていうような、雰囲気かなと思いますね。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。ちょっと今日のラーメンです。満月ラーメンでございます。ういっす。ちょっとね、いただくことあります。こちら、おお、シンプルな、いただきます。うん、うん、すごい、もうパラパラしてて、うん、中はもう、うん、せじゃなくて、うん、うん、すごい美味しいね。なんかシンプルな感じで、うん、いただきます。うん、いいね、若いって言って、この中に入れたらいい？お疲れ様でした。
というわけで今回は満月屋食堂さんにお邪魔させていただきました。まあ、こちらなんですけども、まあ、最初あのラーメン専門店というか、まあ、ラーメンが人気なのかなと思って行ったんですけども、まあ、これラーメン専門店じゃないということで、もう食堂ですよね。だからもうその居酒屋メニューとか、まあ、いろいろと、充実しているということで、まあ、ここなんですけども、このご飯物が人気だということで、この、今回は、まあ、ラーメンと、焼き飯注文 したんですけども、このもう焼き飯がね、すごいパラパラーっとしてね、もう若い子が好きそうな、感じですね。で、ラーメンはもう本当にもう思ったよりあっさりな感じで、まあよくある飲み屋街のラーメンっていう感じですかね。はい。まあもともとその、この辺、このエリアが、まあ今でもそうなんですけども、スナック街みたいな、感じになってまして、まあ、この満月屋食堂さんも以前は、スナックだったということで、それを改装して今に至るということになっておりますね。はい。まあ、このね、玉野市の宇野の駅から徒歩5分ぐらいの距離にありますんで、ぜひ皆さん行ってみてください。意外と結構ほんまに時間帯的になったら満席になったりとかあるようなんで、ぜひ時間合わせて、行ってみてください。7時から、夜の7時から、2時まで、深夜2時までですね。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン。悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。